どうも、遠藤です。A4 なデュエルやってきます。で、初戦がオロチですね。苦手なオロチ、まあ、オロチ本当強いよね。強いキャラって言われて自分も少し使ってみたんですけど、なんかやっぱ頭投げからの頭切るやつが強いですよね。あと左右のね攻撃も早いし、あとディフレクトがやっぱ強いということで、1戦目、まあやっぱ距離をね、気をつけなきゃいけないですね。こいつの前に入っちゃいかんので。おっと、左右、詰めてきますね。おっと、なんだそれ。これが痛い。この上弱がやばいっすね。いや、落ち着いてられるか。ほら。ふぅ。いや、結構ね、やっぱディフレクト持ちはガードが難しいのかな。なんか、ずっとね、押しっぱでガードってわけじゃないからね。ラウンド2。お、さて、状況的にはどっちが有利なの？まあ、マップ的にはどっちもないか、有利不利ないか。うわ、突っ込んできた。え、お、出た、頭。いってんだよ、頭。うわ、すげえな、ダメージ。ダメージがすごいね。半分以上は減っちゃったよ。うん、あれでしょ、突っ込んでくる構えでしょ。モーションしてますわ。いて！あー、やられた。頭の弱攻撃強いっすわ。急に近づいてきてね、切って左右にぐちゃぐちゃ荒らされるとね、どうしようもできないからな。やっぱしっかり一段目をガードして、後ろに下がる動きをしていきたい。一発入れて、まあ、相手のライフはそんなに少ないかな。おー、やばい。あー、やられた。これ。このラッシュがね、辛いっすね。いやー、これどうしてんだろうな。ローリングとかで回避できんのかな。ラウンド4。よし、もうちょっと周りをね、しっかり意識してやっていきますか。やっぱステップ使って。よし、毒入った。よし、何これ？これでもう半分。ライフ結構少ないですね、やっぱり。入れていく。よし、ちょっとずつね。お、これ危ない。やばい、近い。ガードして、下がる。よし。蹴り入れて、毒にしていく。あと一発。あ、これは即死圏内か。ガードしろ。勝てる。よし。しんどい。オロチやっぱしんどいね。強いっすね。ラウンド5。さあ、最終ラウンド。またここか。どうすかな。様子、いや、右から来るよね、やっぱ。さあ、ステップ使って。押して参る。あ、外した。押しても2発目、3発目がある。危ね。上がやばい。おっと。投げられて。なんか、蹴りを入れてから、毒づきをして。スタミナがない。ちょっとやばいな。スタミナがないんで、一回。おっと、壁を切っているぞ。あれだな。フェイント。回避のやつ使うか。おっと、危ね。いて。頭切られる。やべ。間合いを取って。蹴り入れて、毒にして。よし。いける。危ね、押し来た。よーし。うわー、勝った。なんとか勝ちましたね。はぁ、あ。強えなぁ。ん？バルキリか。しかもね、レベル2のバルキリ。すげえ使い込んでるでしょ。いやー、バルキリー苦手なんだよね。そんなに威力ない、威力もないし強くないって言われてるバルキリーだけど、結構オロチからしたらね、辛いんだよね。おっと。まあ、確かにダメージはね。あの構えやばいんだよね。うわぁ、ちょっと危ね。よーし、間合い取って。よし、毒入れた。やばい、上来た。左。いやー、ガードできねえ。おー、出たよ、これ。あー、やられた。
の盾がやばいね。ラウンド2。どうすっかな。いつはもうチクチクやるしかないかな。蹴り入れる間合いも取れねえしな。まあ、間合い的には同じぐらいなんだよね。もうじり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 して。おっと、これ早い。この攻撃早いな。ジャンプ攻撃早いな。来た。入った入った入った。こうやってじりじりやるしかないか。お、構えてるよ。盾構えてるよ。いや、やっぱステップ攻撃入れていきたいな。ここ、横にな、狭いからな。きついっす。よし、入った。入った入った。毒入った。こうやってじり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 削っていきますか。おっと、突っ込んできた。ここも落ち着いて下がって、毒を入れて。よし、入った入った。よし、即死圏内。よーし。まあ、ほっといてもね、勝てるんだよね。ぶっ刺してあげますか。地味だなぁ。この戦い。ちょっと地味な戦いですね。チク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 お互いやってね。なんつう地味な戦いだ。ということで、第3ラウンド。オルアーと見せかけて逃げていく。よし、毒を一発入れて。もうなんだ、相手。飛んでくるか。もっと落とされるのが嫌か。逃げてます。飛んでくるべ、こいつ。フェイントを見せて、刺していく。もっと2発目ガードされたけど、1発目が毒だ。毒入ってますね。おっと、噛み合ったか。危ねえ。よし、毒入った。オッケーオッケー。危ねえ。ここ攻撃攻撃。よし、蹴り入れて、毒を入れていく。ラッシュラッシュ。やべ、スタミナなくなってる。おっと。あー、やべやべやべ。ガードしろ、ガードしろ。よし。よしよし、即死圏内だ。入った入った入った。逃げろ逃げろ逃げろ。あー、やべ、落とされる。ほら。よーし、危ねえ。毒殺成功。うわ。すげえなんか卑怯な戦い方になってるけど、まあ、これがノブシですね。毒でね、殺すっていうね、もうクソみたいな戦法だから、しょうがない。ふぅ。ってことで、ラウンド4ですね。ほんとなんかチクチクな感じになってますね。蹴りがやっぱりそんなに入らない印象だな。あの盾はね、ステップでかわせるんだけど、とっさに出されるとね、攻撃しちゃうんだよね。まあ、カウンターだから、そりゃそうか。おっと、かわせない。タイミングがずれていた。おし、入った、入った、入った。これはね、意外と強いから使っていきたいが。ちょっと待って、スタミナが。おっと。やべやべ、スタミナ回復して。ステップ、ステップの毒入れる。よし、入った。バツ入った。よーし、回り取る。やっぱガードのね、やべ、あー、出たよ、これ。そう、警戒してたのに。よし、相手スタミナないぞ。毒入れて、チク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 。行くぜ。あ、こっちもスタミナないな。まずいな。もう気づいてる。どっちだ？上か。よし。ここだ。いやー、どうしよう。蹴りかな。うわ、やべやべやべ。あー、マジか。死んだ。大振りしようとした仲間違いだったな。ラウンド5。まあなんか地味な戦いではあるけど、なんか読み合いがねしっかりできていて面白いんじゃないですか。駆け引きができてますね。さあどうする。構えて、さあ先に仕掛けるのはどっちかな。よし、来た。痛くねえ、この攻撃。なんか強そうなんだけどね。もうちょっと、
威力ありそうな気もするね。案外痛くないね。よし、ここ蹴り入れて、うわ落としてやった。うわすごい位置にいた。噛み合いましたね、マップと。つうことでなんとか勝ちましたね。いや、ヴァルキリーほんとしんどいわ。マジか、レベル3のノウシミラーマッチですね。つか格好が全然かっこいい、向こうの方が。ラウンド1、あの強そうな、やばいな、ノウシ同士のミラーマッチ。これはもうね、やったもん勝ちたんだよね、ノウシ同士って。あんまりじっくりやるもんじゃなくて、この弱攻撃をいかに当てるかに なってくるんです。いて、めっちゃ刺されてる。ほらほら、これこういう感じなんだよ。これがね、どっちを先にこれ当てるか。俺が先に当ててやる。ほらガードして、フェイントからの突きを。おーっしゃー、なんだかよくわかんない試合になってく。謎ですね。もうボタンぶっぱみたいになってます。のぶし同士ってね、こうなっちゃうんだよね。あんまり蹴りとか当てる暇がなくて、弱攻撃がひたすら強いから、これをね、当てていくっていう感じですね。まあ、弱攻撃だとステップ攻撃ね、が強いんでね。相手もすごい。よし、お、入るかもしれない。おー、噛み合った。たまにね、入るんだよね。これ当てた後の後ろ突きはね、大体入ってくれるんで。よし、これはもう完全にこっちのね、流れになってますんで、サクッと倒しましたね。まあ、噛み合うとこうなるんですよ、ノーブシ同士って。ラウンド3。ということで、ラウンド3。いや、ノブシかっこいいな。敵にして初めて思ったけど、やっぱかっこいいっすね。こっちのね、ノブシも結構紫が好きで。押して参る。押して参るね。エコーがかかる。やばい、これは。ちょっと、油断してたぞ。やばいやばい。チクチク死んじゃった。相手のノブシやっぱかっこいいっすね。こっちのね、なんか変なね、なんとかボールが背中についてるんでね。ちょっとなんか、別系かよっていう感じですけど。ラウンド4。いや、チクチクされたなぁ。これ何、負けてるか、後がないか。あ、後がある。負けてるか。よし、入った。毒が入った。よし、いい流れ。よしよし。はい、チクチクしていくが、スタミナがいつの間にか切れてしまった。押して参る。やべ、危ね危ね。危ね。おら、おら。よーし、これは、フェイントからの攻撃を入れていきたいが、フェイントを見せて、フェイントを見せておいて、フェイントを何回も見せておいて相手を警戒させて、フェイント入れていく。よーし、入った。いいっすね。フェイントからのフェイントでね、あの裏の裏をかく。これ適当にやっただけです。ぶっ放してただけです。ということでね、ノブシ、なんとか勝てました。以上。